こんにちは、あやです。今週はドライイチジクとくるみを使ったスコーンを紹介しました。このレシピは好きなドライフルーツやくるみを使ってもアレンジできるようなレシピなので、好きなドライフルーツとか使ってみてください。ではまた来週。ドライイチジクを使ったフルーツやナッツに変えて混ぜても、好きなドライフルーツやナッツを入れて自分でアレンジできるので。